ジョロキアっぽいやつが入ってます、こっち。ありがとうございます。I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきましたアミーゴーということで、今回ですね、東京の荒川区、にあります、メキシコ料理屋ソル東京さんにやってまいりました。こちらにはですね、今さまざまなメキシコ料理、が楽しめるということで今回やっていくんですけども、今回ね、こちらになんと激辛メニューがあるということで、今回ね、ちょっとやっていきたいかなと思います。そちらのメニューがですね、悪魔エビと悪魔のパスタというね、ちょっとね、メニューがあるんですけれども、これもね、ちょっと今回辛さレベルが選べるんですけれども、辛さレベルが選べるということであるんですけれども、なんとですね、こちらに使われている唐辛子ですね、ハバネロやら、あとね、いろいろなさまざまな香辛料を使ってるんですけども、あとね、なんかちょっとジョロキアっぽい、ちょっと名前がちょっとよくわかんないんですけども、匂いちょっとさっき嗅いだんですけど、なんかね、ちょっとジョロキアっぽい、ちょっと激辛な唐辛子も使っているところで、今回ね、ちょっとだいぶやばそうな、お尻に火がつきそうな料理でございます。それではね、今回もケツに火をつけながらやっていきたいかなと思います。それでは待ちましょう。ニンニクたっぷり入るけど大丈夫？ガッツリ大丈夫です。大丈夫？帰ったら彼女中できない。これニンニク。はい。なんか緑っぽいですよ。オリーブオイルでつけてる。へえ。オリーブオイルつけてるから長持ち。結構は、わー、言えますね。いやいや、やばいやばい。大丈夫だよ、かもしれない。無理でしょ、これは。いや、すごいな。ユニスさん、言い過ぎですよ、ちょっと。うおー、来た。うわー、来ました。悪魔の5。悪魔の5。パスタの3。パスタの3。先に辛くない方がいいかな。あー、こっちが、パスタが辛いんだよね。もう辛、あ、そっか。こっちが5か。エビの方が5かな。いただきます。さあ、悪魔のエビ、悪魔のパスタ、お手並み拝見ですよということで、いきましょう。こっちがレベル3、こっちがレベル5ということでね。ちょっとじゃあまずパスタの方からいきましょう。いただきます。の前にコーラで乾杯。皆さん、ノンアルコールだよ。美味しい。うま辛い。ちょっとあのソースがちょっと酸味が効いてて、なんだこれ、ミートパスタでもないしナポリタンでもないけど、麺もね、ちょっと普通のパスタの麺とはちょっと違いますね。エビはプリプリ、こっちね、パスタの麺の。もうパスタにもエビが入ってます。あー、エビプリプリ、うまいわ。これ、この中パスタの麺は、これも メキシコから。あ、これ。なんか普通の麺と違いますもんね。ちょっと面白いね。面白い。すごい、なんかちょっと違う。美味しい。なるほど。じゃあちょっと、続いてこっち問題の。悪魔のエビ行きましょうか。
ジョロキアっぽいやつが入ってます、こっち。これはやばい。あ、結構辛い。こっちのパスタよりレベル2ぐらい上がってる気がします。いけるぞ。エビがとにかくプリプリで美味しいな。あ、じゃあちょっとあのさっきのジョロキアっぽい粉の辛みの刺激がバンと口の中に押し寄せてきました。ちょっとパスタに逃げよう。うまいな。これちょっとハバネロソースもかかってるんですけど、普通にうまいわ。ニンニクの風味がふわーっと。ドルチーヤ。はい。それを頭の方につけて。はー、なるほど。なるほど。ディップして。はい。ディップしてこれね。あー、合うわ。うまっ。素晴らしい。ちょっとね、ここにあの卓上にね、あのこちらのタバスコ、普通のタバスコ、あんま見られないタバスコですけど、これね、あの通常のタバスコより10倍の辛さがあるということで、これ結構辛いですね。スコーピオンペッパー使用ということで、これやばい、結構辛いですね。ちょっと後半戦、ちょっとこれを足して、追い辛して楽しみたいかなと思います。スコーピオンのタバスコソースで絡めていきましょう。口の中がビービーとしびれてきます。これがうま辛い。いただきます。最高だな。ラスト極致。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。メキシコ料理屋ソル東京さんの悪魔のエビ、悪魔のパスタ、カーサルベル、じゃらじゃらじゃら、それぞれ発表しましょう。それぞれ、カーサルベル、じゃらじゃらじゃら、6と 7.5 でーす。ありがとうございます。はい。いやー、本当にね、こう、ハバネロソースとか、あとなんか、ジョロキオみたいな、さまざまなね、調香辛料を使ってましたけれども、辛いんですけど、ちょっと、ね、口を刺激するようなね、ビリビリと刺激するような辛みがあるんですけれども、あのね、このガーリック、ニンニクの効いたね、旨味が効いた、ソース、これチポトレっていうソースをベースに、使ってみたんですが、これがね、またこれ合うわ。美味しかったですね。途中で、ね、トルティーヤ、サービスしていただきましたけれども、トルティーヤもね、このソースに合うんでね、まあ、ちょっとパンみたいな感じでね、ディップして、食べるとね、より美味しくなるかなと思います。で、まあ、今回ね、このパスタと、まあ、悪魔のエビ紹介させていただきましたけれども、メキシコといえばね、テキーラ
はい、テキーラもねこちらご用意してますんでね、まあこれ夜だったらねお酒もね、飲めたりするんで、まあねこの情熱的なこのメキシコ料理を食べながらテキーラ一杯ガツンとやってみてはいかがでしょうかということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。月間ブログ、ツイッターなども更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。アミーゴー。